感じだね。アトラス、ライアン、アトラス、ライアン、ダダ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 ダ。昔のラジオの方がいい番組をやっていたと思わないかい。芸術家というものは耳を喜ばせ、魂をも震わすことができる。だから、あのホラフの二人にはさよならをして、今夜はアーティスト、サンダー公演と過ごそうじゃないか。もう、何ヶ月もまともな生き物を見ていないね。さあ、君もあのジョニーのような幕引きを迎えるのか、あるいはもっと甘美なお味かな、拝見させていただく。まだもな、両方とも苦しくなるばかりじゃないか。今までは田舎者やつまらないものばかりでね。ああ、これは失礼した。さあ入ってくれたまえ。遠慮するな、サンダー公園がお待ちかねだ。グリートホールで。Thank you.
ようこそポートフロリックへ。アトラスやライアンが言い合ってるから無線を止めたいよ。いや、レイニワを呼ばん。奴らには勝手に言い争いでもさせておけばいい。芸術家だな。お真の芸術家はもっと。それにも訳はある。私は全ての弟子にテストを課すんだよ。華やかに才能を輝かせることができる者がいれば、虫のように炎に包まれ死んでしまう者もいる。さあ入ってきて、私の城へ。Thank you.
としてきたからいらないぜって言ったんだ。俺はいつだってニコタイム派だからさ。なんで？臭いし値段だって半分以下だぜ。魚の卵と貝殻でできてたって気にしないか。それは奴らがいつも裏で糸を引いているからだ。
配管でも双方のギャラリーでもユートピアと呼ばれているラプチャーでさえだ。不信感の塊どもめ。だがライアンは理解を示してくれている。我々は同類だ。確かに通りは地であふれ、人々が消えてしまう話も聞いている。それにあのおぞましい少女たちは、とにかく不信感を抱く輩というのは服を汚さずに絵を描けるとでも思っているんだろう。フィッツパトリック君を見よ。さあカメラで今の彼を撮ってくれ。彼が記憶に残るように。フィッツパトリックの栄光の瞬間を撮影したね。君は写真が得意のようだな。さあ中央ホールに行き、彼の写真を私の作品に加えてくれ。私たちの共同作業を始めようじゃないか。